さあこれより最終クォーター、第4クォーターに入ります。天理大学自陣32ヤードからセカンドダウン4。ナイスラーファーストラー。ここで天理大学オプションプレーを選択しました。ピッチを受けたランニングバック9番、そこから中央へ切り上がり一気にドングエイン、ファーストラー、見事に攻撃権更新としています。見事な判断で攻撃権更新しました。天理大学9番はマーク・フォアタ。天理大学相手陣23ヤードからファーストダウン15。タッチダウン。クォーターバック11番、ここで一気にエンドゾーンへのパス、浮いたパスをワイドレシーバー21番見事にジャンピングキャッチ、そのままエンドゾーンに着地してタッチダウン。天理大学6点獲得。そして天理大学トライ4ポイント。パス不成功。ここでクォーターバック11番再びパスでこの1点を狙いに行きましたが、そのパスがカットされパス不成功に終わりました。天理大学6点止まり。天理大学30点、大阪電機通信大学20点。天理大学キックオフ、キッカーは11番。このキックはエンドゾーンを越えましてタッチバックとなります。攻撃権は大阪電気通信大学に移り、自陣20ヤードからの攻撃と変わります。先ほど見事な乱攻撃を見せました大阪電気通信大学、自陣20ヤードからの攻撃に入ります。大阪電気通信大学ファーストダウン15。さあ中央でのランプレーを展開しようとしましたが、今度は天理大学がディフェンスアジャストし約1ヤードに抑えています。キャリアは81番の山本でした。大阪電気通信大学自陣21ヤードからセカンドダウン14。今度はランニング22番へのトスプレー、これを受けた21番右オープンを展開、約8ヤードのゲインとしています。キャリア2番はシャノー、失礼しました、ゲインは約6ヤードでした。大阪電気通信大学自陣26ヤードからサードダウン9。
大阪電気通信大学ファスター、クォーターバック82番ここでフリーフリッカーを展開しようとしロングパスを狙いましたが、しかしこれはプレッシャーにありまして急遽スクランブル、結果的にこれが右オープンへのランプレー成功しまして攻撃権更新になっています。大阪電気通信大学ファスター、大阪電気通信大学相手陣34ヤードからファーストダウンテ、ナイスラン。ランニングバック33番託されたボールを持ち中央密集点を突破、相手タックルを受けながら約12ヤードのゲインとしています。キャリア33番は青木です。大阪電気通信大学相手陣23ヤードから失礼しました22ヤードからセカンドダウン3、ナイスラン、ファースター、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。このシーンでフィールド上に落ちましたイエローフラッグ、果たしてどちらの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。フォースからタックル、襟元を掴んで引きずり倒すタックルをしたという反則です。この反則は近年危険な行為として反則になっています。この反則によりまして大阪電気通信大学攻撃権更新ファーストダウンとなりました。大阪電気通信大学1回目の攻撃に入ります。大阪電気通信大学相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴールとなりました。残り距離9ヤード果たして取りますでしょうか。大阪電気通信大学ファーストダウン2ゴール、タッチダウン。ここをランニングバック33番一気にタッチダウンとしました。託されたハンドオフにより託されたボールを持ちそのまま相手タックル浴びながら中央突破、そのまま体を伸び上がらせエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。大阪電気通信大学6点獲得。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。プレー成功、1点追加。キャリア81番ハンドオフを受け右オフタックルを駆け上がりディフェンスの隙間を縫うようにエンドゾーンに入り込んで1点を獲得しています。これにより大阪電気通信大学27点、天理大学30点、その差3点となりました。ここで審判の判断によりウォーターブレイクが入ります。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。先ほど得点を挙げた大阪電気通信大学のキックオフで試合再開です。その差3点、どちらが
この均衡を破る形になるでしょうか。このキックは外へ出たため反則となります。キックオフのボールはサイドラインの外へ出しますと反則扱いになります。天理大学はこの反則を自陣30ヤードからの攻撃と変えました。天理大学自陣30ヤードからファーストダウン15。パス成功。クォーターバック11番プレッシャー浴びながら相手ディフェンスをかいくぐり、ターゲット65番にパスを通しまして攻撃権更新としました。天理大学ファースター。天理大学相手陣35ヤードからファーストダウン15。成功。クォーターバック11番ワイドレシーバー32番にパスを通しまして約4ヤードのゲインとしています。取りましたワイドレシーバー32番は大橋。さあ天理大学ここで長い作戦時間を使いここで時間の消費を図っています。天理大学相手陣31ヤードからセカンドダウン11。ここでホイッスル。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この反則により5ヤード抜退。したがって先ほどのプレーは特に関係なく5ヤードオフェンス前進しセカンドダウンのやり直しという形になります。天理大学相手陣26ヤードからセカンドダウン6。成功。ナイスパスカット。ここでクォーターバック11番一気にエンドゾーンへのパスを投じました。ターゲットは21番。しかしこれは大阪電気通信大学82番が見事にパスカットしこのパス不成功としています。攻撃権1つ天理大学喪失しサードダウン3回目の攻撃に入ります。またパス前パス失敗ですのでここで一旦時計は止まります。天理大学相手陣32ヤードからサードダウン6。
トスをしまして左オープンへのランプレー。このランプレーにより攻撃権行使になりました。天理大学ファースター、ここでホイッスル。ここで大阪電機通信大学後半1回目のタイムアウトを取りました。このまま時計が回り続けますとそこで試合終了となります。これを防ぐため大阪電機通信大学守備の状況からタイムアウトを一度消費しました。大阪電機通信大学後半1回目のタイムアウトを使いました。天理大学相手陣20ヤードからファーストダウン15の状況で試合再開となります。天理大学ファーストダウン、2ダウン、時計を回します。膝をつきましたことでランプレーという形になります。さあこの結果時計は回り続けています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして天理大学30点、大阪電機通信大学27点で天理大学の勝利となりました。両チーム素晴らしい戦いを見せていただきありがとうございました。ナイスゲームでした。両チーム素晴らしい戦いでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。
それは本場、そして高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑みがかかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦録画は終えさせていただきます。皆様、長時間のご視聴ありがとうございました。撮影をさせていただきましたのは道楽屋リチャーでした。それでは失礼いたします。